あ、インドネシア共和国。インドネシアは国民的に外食志向が強く、街の至る所に手軽に食べられる屋台が並んでいる屋台大国。そんなインドネシアの屋台飯を紹介してくれるのは、皆さんこんにちは、ジャカルタ生まれジャカルタ育ちの石井裕太郎です。え、日本人だ。コーディネーター歴5年、インドネシア人のお母さんと日本人のお父さんを持つ石井裕太郎さん。ここ首都ジャカルタでは屋台がいろんなところにたくさん並んでいます、うん、では今回どんなものがあるのか見ていきましょう。おいしい。初レポーターに緊張しつつ屋台へ。あそこに何か屋台があります。見てみましょう。最初に訪れたのは、いらっしゃい、ガドガドはいかが。ガドガ ガドガド。このすりこぎは竹でできているのよ。こちらがすりこぎで、こちらがすり鉢。このすり鉢は石からできています。独特なすり鉢で作る屋台飯、ガドガドとは。まずはヤシの樹液から作ったグラメラという砂糖とニンニク、唐辛子をすりつぶし、豆ペーストですね、ピーナッツペーストと水を加えてドロドロに。わー、おいしそう。これが何になるのか。なんだこれは。トウモロコシと、そこへ野菜を入れ始めた。あ、でもなんかおいしそう。わー、これはすごい豪快なものができましたね。もうええの。なんかもうね、もう終わりそうだね、これ。多いな、ね。仕上げにゆで卵とエビせんをのせて。ありがとうございます。で、こちらがインドネシアのガドガドです。何ガドガドって。ガドガドはインドネシアのピーナッツソースにかけたサラダみたいな。サラダ、サラダ。インドネシアの屋台サラダガドガド、そのお味は。野菜の食感とこの甘辛い感じがすごくマッチしてて美味しいです。そして夕方5時、インドネシアで1、2を争う行列ができる人気屋台があるという。するとそこには、わあ、すごいですね。これこれは何でしょう。茶色い山が。これは一体。さらにアフリカの楽園と呼ばれるリゾート地で絶品屋台飯を発見。うわー、なんかいいっすね。世界のインスタントラーメンが当たるセカクラ D ボタンクイズ第2問。この後出てくるインドネシアの屋台で飛ぶように売れる人気の屋台飯は何だと思いますか？ D ボタンで予想してください。インドネシアで1、2を争う行列ができる人気屋台飯とは。わあ、すごいですね。これこれは何でしょう。茶色い山が。これは。これはうちの名物ナシゴレンだよ。ナシゴレン。ナシゴレンか。なんと茶色い山の正体は大量のナシゴレン。もう出来上がってんだ。日本でも見かけるナシゴレンはインドネシア版のチャーハンみたいなもの。それがこの屋台では豪快に山盛りで売られている。それにしてもちょっと作りすぎのような気もするが。これから追加で作るから見ててよ。じゃあこれが派遣。この後ここで新たに作ってくれるそうです。こちらの店は創業60年を誇る老舗屋台。ディナータイムに飛ぶように売れるため毎回大量に作るのだという。そんな美味しいんだ。その作り方は。玉ねぎを炒めてますね。お、そしてお肉一バケツ。これは何ですか。何これ。ヤギ肉だよ。50キロ使うんだ。50キロ。豚肉を食べないイスラム教徒が多いインドネシアの人たちも安心して食べられる食材を使用している。すると黄色い液体を注ぎ込む。 何今の。今のは何ですか。パイナップルジュースだよ。肉が柔らかくなるんだ。さらに激辛のサンバルソースさ。サンバル、辛子ですね。唐辛子。インドネシア料理に欠かせないサンバルで味付け。これにスパイス、カレー粉ですね。カレーの匂いがします。すごいな、美味しそう。こんなに肉入るんだ。
さらに現地の醤油などを入れ煮込んでいると、あ、見てください、助けなせやません、いきなり鍋にご飯を投入、もう左の米もなくなってます ね、本当だ、なくなってきてる、大きなザルを使ってどんどんご飯を、一体何人前を作るのか、これ見てられるな、でも大量に作った方が美味しいんかな、なんか美味しそうに見えますよね、大量で、ご飯50キロだよ、どうやってやんの、下の方大丈夫、なんとご飯だけで50キロ、これ混ざる、さらにあの甘醤油、甘い醤油をどう混ぜるの、さらに味を調整、大胆にぶっかける、かき氷みたい、味調整できてるかこれで、それをどうやってやんの、混ぜんの、ヘラがこれ大きいですね、いや上手、特注品のナシゴレン用のヘラさ、すごい、僕の顔ぐらいの大きさありますこれ大きい、混ざんの、ある程度混ざったところで、お、何、これは何やら入れてきました、これ何、これは何ですか、黄色い不思議な塊を投入、これはマーガリンだよ、マーガリン、ナシゴレンの香りが引き立つんだ、うわあんな入れんだね、そして完成しました、こちらがナシゴレンクボンチリです、調理開始から1時間、混ざった、その重量100キロ以上の山のようなナシゴレンが完成、1時間だった、飛ぶように売れるため1日にこれを4回も作るんだとか、そのお味は、じゃじゃん、見てくださいこの量、多いね、これ全部食べれるかな、容器の蓋にまで盛り付けるボリューミーな屋台飯のナシゴレン、一人前でなんと1キロ、うん、美味しいです、カレーの味もして、そしてちょっと辛いです、そうだよ、ね、ちなみにこの後30分かけて完食したそうです、多いな、ということでインドネシアにはインパクトがある屋台飯がたくさんありました、病院で注射を受ける一人の男性、その様子を見てみるとマスクがうまくつけられなかったり顔を手で覆ったりと見るからに不安げな様子、腕を脱脂綿で拭かれただけでも叫び声を上げてしまいます、撮影しているのはこの男性の息子、目の前に息子がいるにもかかわらず注射への恐怖を隠しきれません、するとサポートしていたはずのスタッフから突然いたずらされてしまい、この表情、針が刺さる直前力いっぱい目をつむり備えていましたが、痛みに耐えられず今にも泣き出しそうな悲鳴を上げてしまいます、注射が終わろうかというその時にも必死な本人には気の毒ですが、室内は笑いに包まれていました。先ほど外国人の日本語研修生のニュースをお伝えしましたが、近年外国人を貴重な働き手の一人として受け入れる企業が増えてきています。今回は介護施設で働く外国人スタッフに注目しました。おはようございます、大丈夫、もうちょっとここ開けますね、助かったね、介護福祉士として働くナリスさん、インドネシアからやってきました。寒くないかな？この施設では現在14人の外国人スタッフが働いています。背景にあるのは深刻な人手不足です。介護現場の今を取材しました。和みの里高岡、複合型の介護施設です。3年前のオープン以来多くの外国人労働者を受け入れてきました。
介護福祉士のナリスさんをはじめ、看護師のアディスティさんや、準看護師のオーンさんなど、2カ国14人が働いています。頑張れ。できるよ。できるよ。働いている人たちは、日本に来た理由を次のように話します。いろいろな技術とか、日本がすごいじゃないですか、技術、看護の技術とか。ただ、病気の患者さんも病気のことじゃなくて、栄養とか生活はどういうふうに、生活できるのか、そこまで考えると、すごいなと思っていました。全部の患者さんの全部のこと、見ないといけないんですね。はい。介護で、利用者様の世話をするので、はい。ちょっと自分の、両親、おばあさんとかにして世話をしたいなと思っています。受け入れる施設には外国人労働者に頼らざるを得ない深刻な事情があります。それが介護現場の人手不足です。全国の介護分野の有効求人倍率は2010年度が 1.31 倍だったのに対し、16年度には 3.02 倍に達しています。日本人の人口も減ってくるし、働いていただけるいわゆる生産年齢人口というのもどんどん減っている中で、介護の現場の当然スタッフがどんどん減っているというのは実態です。去年の4月から出入国管理法が改正され、介護福祉の資格を取れば外国人も日本で働くことが可能になりました。使える技能実習制度も改正されました。今日いい天気だけどね。今日天気ね。ここで働く外国人スタッフは、母国や日本の学校で半年間日本語を学んだ後、施設での勤務に入ります。おかげで日本語はペラペラです。はい、大丈夫。133-86 ですね。大丈夫ですね。ありがとうございます。なんか頭痛いとかありますか？今日はちょっと調子いいです。調子良かったね。利用者も自然に外国人スタッフを受け入れているようです。コモンさん、どんな人ですか？優しい方。本当ですか？ありがとうございます。親切。いつもおしゃべりしてます。しゃべってますよ。働きぶりはどうですか？頑張っておられる。ありがとうございます。優しいって笑顔が本当に素敵で、その笑顔で利用者さんたちが本当に和んでいるのがよくわかりますし、仕事についてはとても勤勉といいますか、とてもきめ細やかに仕事をされています。ここで働く外国人スタッフはインドネシアやベトナムから来ています。顔だけと手のひらだけが OK。 1日5回仕事の合間であっても、お祈りの時間が配慮されています。外国人スタッフは、ほとんどが施設の中で生活しています。食事は自分たちで作ります。特に私たちはイスラム教だから、豚肉とか酒とか、いろいろ禁止があります。ハラルって書いてある。これがあったら OK。 ハラルマークなかったら鶏肉や牛肉もダメです。家族と離れて暮らす彼女たちにとって、一緒に働くスタッフは家族のような存在です。家族が遠いので、友達が家族みたいに話せるから、いろいろ話しますね。ですね。仕事の相談とかも。あ、そうです。はい。悩んだこととか、友達と仲間にさ、ちょっと落ち着いますね。文化だとか、言葉を、なんていうかな、心とかっていうのが、
超えるんだな、外国人のその留学生の方々の力も借りながら、やはり、もっともっと、高齢化に対する、いいサービスを提供して、なんていうんですかね、その福祉サービスの充実っていうのも実践していきたい。人が向き合う介護の現場、彼女たちの笑顔で温かい場所が生まれていました。バイバイですよ。